おお、なんだなんだなんだ。すげえ色になってるけど、なになになに。おお、うるせえな。おお、クッパ。え？クッパ来た。マジで？あ、これ最初に映ってたやつだね。だからこいつもボスの人になるんだよ。たぶん。すげえクッパ来た。そのね、マリオとは明らかに面識があるから。おお、頭突き。うわ。あ。あ。クッパ落ちた。さっきのやつ、あのいかにも悪者って感じのやつ、あんた大丈夫？悪者呼ばわりされてる。まあ普段は悪役だからね。あいつもミッドナイトと同じスパークスハンターだよ。ベッドロック、次のボスの名前ベッドロックっていう。まあ、それはもう友達ではないですよね。友達ではない、言われてる。これは熱いですね。いや、いよいよクッパ仲間になりそうですね。まあ、パッケージの裏で知ってたんですけど。クッパの力が強くたって、クルサの支配下にあるダークネス戦では、マークスの力を借りないと戦えません。ちょうど余っている武器がありますよ。ラビッツマリオのために作ったのです。違うね。あれは、技取ってやつ。お、すげえ、これがクッパの武器か。おお、なるほど、遠距離バックって言うんですか。嬉しそう。あ、もうボス戦か。いるね。あ、今回はウィンパーティーじゃない。とても高そうです。普通の攻撃ではあまりダメージを与えられないでしょう。爆弾ダルにおびき寄せましょう。はあ、ははあ。平成ファイヤー。攻撃されるとストンプを行う。なるほど。はいはい。千、え、なに、千ダメージ与えてくるのこいつ。化け物だな。クリフォーいるけど、やっぱクリフォーを攻撃するのか。クリフォーの並べ方が妙に厄介だな。もうちょい、普通に並んでほしいんだけど。めちゃめちゃジャンプ台あるな。とりあえず移動は、めちゃめちゃし放題だな。いいね、いいね。もう自由に戦えって感じ。あ、待って。なんだっけ、見えへんだっけ。アウバーイ。電気、あ、電気の敵か。そう。あ、違うか、水の敵？ドレイン使ってくる感じでエレキ弱点か。ちょ、見る前に間違えて始めちゃったから。まあいいや。宇宙属性今回あんま関係ないので。はいはい。あ、クッパ。服いいね。メカアーミー。3体のラビッツメガクッパ。ラビッツメガクッパ。一番近くの敵を行くで近づくと分からず、敵が近づいてきても、ああ、前作にもありましたね、そういうの。ルイージの、なんか、あれで。スライディングできるね。躊躇なくスライディングしていく。あ、カイザーバズーカ。あ、やっぱり遠距離爆撃なんだ。
お、これ本体攻撃すると全員倒せますね。でもな、本体攻撃してもカウンターあるからな。だろ、とりあえず ここに一体いるのが厄介だから、よし倒しに行く。あ、スライディングしようと思った。まあいいや。で、あいつ撃つじゃん。これでカウンターは避けれますと。あれ、クリボー死なないな。あ、やっぱり。あ、なるほどね。これでクリボー死ぬのか。オッケーオッケー。よかったよかった。いじれして。レッツゴー。回復する。で、クリボーをとりあえず全滅させたいですね。本体攻撃する前にどこにおびき寄せる？ここ？ここにおびき寄せるといいみたいに言われたけど。クッパがもうちょっと下がってって感じ。いや、あっちにおびき寄せるべきだな。ルイージ待機で。クリボー処理だよね。あ、ミスった。まあいいや。ああ、別に動かなくていいか。いや、本体ちょっと攻撃しとく？あ、届いたって。え、全然ダメージ入らないな。あ、マジで？あ、全然入らないよ、ダメージ。やば。こんなことあるんだ。だからなんかおびき寄せろって言ってたの。わかりました。これ使っとく？やっか。とりあえず、終わらせて。うわ、本当に1000ダメージ入ってる。え、何それ。うわ、クッパがすでになんかピンチなんだけど。はいな。でも爆弾の近く来てるからな。これでどうすればいいんだろう。とりあえずこいつ倒すべきだよ。
さすがに倒せるでしょう。え、うん、何それ？された。反撃か。ああ、もう逃げないと思う。あの爆発って味方にも当たるのかな？やっぱり。一応避けとく。ダメージあんまりだな。一来てもらって。あ、やばいやばいやばい。あ、いけた。チームジャンプしたな、ここ。ウィンどいて。あ、スライディングできないと。まあいいや。できるか。動かないのか、これ。いや、普通にチームジャンプしよう。なんだっけ、汚染中でしたね。クッパが仲間になって。最悪ルイージ死んでもいいからおびき寄せたら何が起こるかっていうのを把握しておきたいんだよ。基本的にルイージは着地後の範囲が超広いからどこでも行けるんだよね。こいつも倒したいからな。あ、フィールドがいて死にかけだったんだけど。じゃあもう反撃覚悟で攻撃しとくか。で、どうなるのかな。あ、壊れた。あ、そういうこと？確かに。あ、攻撃してよかったな。え？あ、体力減ってるわ。これ4回しかやるってこと？うわ。きつ。あー、そういうこと？それきついですね。かなり。あ、攻撃されなかった。あ、でも壊されたから座れたわ。出るよね、やっぱ。壊せんのかな。壊せなさそうだけどね。
今までの流れからすると。やっぱ壊せないよね。逃げろっていうとこ。離れてさ、攻撃すれば多分ダメージ入るでしょ。だからそれ以外はもうとにかくポータルから逃げまくらないとダメ。そんな位置になりますね。攻撃したら真ん中戻るでしょ。いや、こんなとこじゃなくてもっと隠れられるところでちゃんとやった方がいいっすよね。てかあれじゃん、それ以前に回復使えんじゃねえか。ナイスー。ここで攻撃していけるでしょ。え、ダメなの？なんで？もう本当乗った状態じゃないとダメなんですよ。あ、そうなんだ。あ、ルイージでいけるな。ダメだ、全然届いてなかった。でルイージどこでもいけるしな。あそこからアウト。ルイージも回復させればよかった。いけるでしょう。これ仲間フィールド外反ってなるんだろうな。で次マリオでいく。クッパで行ってみる。2回かかるか、これ。そうか。ここ行って。あ、届かないんかい。届かないんかい。ここでいいや。こっちにも攻撃したいな。いや。え、ああ、そうか。こんな後に攻撃なんだ。レッツゴー。ビージーもうちょっと戦える。あ、ダメ？あ、これ、攻撃されなかった。ちょっと待ってよ。あ、よかった。クリーボー。どうなってんの、量。めっちゃびっくりしたね。いや、これ、ピーチ案件ですね。ルイージこっち来ないと思う。あ、ルイージ全然できるよね。3匹なんだ。
やー、3匹なんだ。で、3匹なんだ。いや、今回攻撃ピーチだな。届け、うん、届かない。俺クリボー倒せんじゃねえか、一本みたいな。これ意味なかったんだ。待って、マリオ当たる。これウィーシもなんか怪しい位置にいるな。あれ、なんで爆弾のとこじゃないとダメ。あと2箇所でしょ。だったらルイージ使っていったら3回もあればいけんじゃないですかね。めっちゃ危ないのでこの間で倒したいんだけど、いいんですか。はい、残念でした。あの3回いるのか、一応。あとはクッパのイメージでしょ。ジャンプ動けない。全然するしかなくなってる。このジャンプ短いんだ。うわ、届いてない。何すまんの。使ってみる、ちょっと。おぉ、演出かっこいいな。あ、こんな感じなんだ。おぉ、すごいすごいすごい。次のターンでルイージが生きてたら勝てるんだ。どこで当てるんだ。あ、いけるいける。で、あ、いけるね。あ？あ、メカクッパが当たんね。なるほど。いけるか、これ。いける気がしないんだけど。誰か一人死ぬじゃん。え？もう潰されたわ。あ、生きてる。こっから何が出るかで、あ、数字か。なんか耐えれるでしょ。もう一体出るよね、やっぱ。あ、スツージ、あ、ルイージやめて。あ、オッケーオッケーオッケー。確定ててよかった。死ぬからね、一発で。ちょっと待って。話が違うんだけど。ルイージ、避けろ。あ、避けた。オッケー。危ねえ。このターンでもう決めないと。あ、分かった。なんでもう一回メッセージ出たんだろう。
すべてを破壊してくれ。で、移動できるかだよな、ここから。届いた。危ないな。オッケーオッケー、なんとか。あ、これでいいか。あとマリオ。ここでいいのか。いや、やっぱ飛距離足りねえな、多分。あ、違う。ここからこう来たらいいじゃん。ボタン。あ、これ当たるな。はい。いったでしょ。さあ、クッパでフィニッシュです。はい。めっちゃ飛んでったな。勝ったかな。オッケーオッケーオッケー。アフクリスタルをゲットした。ですね。第二。何これ。相手の宇宙船です。なんだこれ。いや、てっきりこの後第二形態とかあると思って。ミッドナイトが第三形態まであった。あ、こいつまだもう一回戦うってことか。そうかもしれない。二個目の惑星でミッドナイト戦った。四個目で本当にあいつを倒すって可能性も。もうかっこいいね。もうちょい長引くと思って、マリオとか温存してたんだけど。ないよ、いらなくなって。そっか、何してるの。そっか、クッパ軍団も操られてるから。計算完了。クッパを仲間にすることで 11% 増加。全てのラビッツが突然常識的記録を出すくらい可能に近いでしょう。そんなわけないでしょ。マリオさん、次の星テラフローラへ行くときにダークルステップは片付きました。このテラフローラ何なんだろうね。次火の世界かな。そんなことないか。人にも言ってもとりあえずね、遠征しましょうね。とりあえず20個が。マリオ、ルイージ、クッパになってる。マリルイ3じゃん、やってること。それ、ピーチがないね。タイプ役として結構有能だから、ピーチ、マリオ、クッパで行きたいと思う。せっかく仲間になったから。
結構範囲攻撃が爆発ダメージ140。何が当初なんだろうね、クッパは。よくわかんないんだけど、まだスキルが、みたいな、見ようか、スキル。ランディングアタック、あ、強いよ。いや、威力によるけど、それは便利だね。でも、近接戦そんな得意なのかな？ダメージ、デフォルト145で203、290。あー、振り防止力とかだいぶ強いですね。いや、拡大。ロックへのダメージ。アイザーバズーカで壊せるロックを一撃で粉々にすることができる。スペシャルスキルだね。2ターンか。いいね。21から159。ファイヤーのスーパーウェイクト。お、マリオメーカーの赤いミカップは思い出します。5体まで増やせる。あ、なるほどね。そういう感じなんだ。それ強いわ。いや、雑魚敵多い時に相当強いな。範囲攻撃得意そう。言ってもこのゲーム、ほとんどの場合、1体ずつ倒していくゲームだから、こんな強いのかな。あ、戻っちゃった。結局ロゼッタ使ってないんだよな、全然。どうしよう。めちゃめちゃ攻撃力高いんだよ、簡単に。絶対もいいな、これ。なんか。超強くない武器。超強い。15発でしょ ?40 ダメージ前後15発だから、普通に600ぐらい火力出るみたいな。もう相当体力多くなってきた。ジャンプブーストは必要だよね。ライディングはいいかな。スリープ状態がどんだけ強いのかだよね。ダメージ受けたら解除される。そんなことない。こんな感じかな。
一切強化してないんだよな。緊急ヒーリング強いな、マジ。ことはだけなの。あ、できるじゃん、強化。じゃあ、どうしよう。これできるようになるまで待った方が。着地ヒーリングで強いから、それ待とう。マリオな、マリオの体力がすごい高いんだよね、確か。これもう上げなくていいかなって感じがする。ヒーローサイドダメージアップ。マリオはどう一番強化してる。ストンク用のこれ外していいな。考えた。うん、これでいいや。なんだかんだルイージは使えないときは全然使えないから。さっきね、ポケモンやったんですけど、久々に。そろそろあれなんですよ。エースバーンのイベントが終了するから、移動したんですけど、マップ開くときにマイナスボタン押しちゃいますね。Y ボタンとマイナスボタンめちゃくちゃ間違える。多分このゲームの影響だと思う。ちょっとやんないだけで操作法を結構忘れるから、ごっちゃになるわ。てか、黄色い職種なんだったの？あれだけ紫じゃなかったけど。18レベルか。あ、水の星的な。今回序盤に雪山があったからな。結構途中だったな、個人的に。炭酸水の泉とか、天井先と花か、なるほどね。結構自然豊かなところ。君でも、完全に来た場所へのワクワク感。できないよね。頼むぞ、ジーニー。残念ですが、この星にも問題がありそうです。クレサのねじろ。私たちの接近に向こうも気づいたのでしょう。それでは、どんなにワークトンネルを作れば、君なら何かいい？なんで、そう思ったの？君は、レッドロックやミッドナイトのことを知ったじゃないか。もっといろいろ教えてくれよ。クレサ何を知ってるんだ？ごめん、そういうつもりじゃなくって。本当に無事か？あ、何これ。残り一体はあれ、誰なんだ？まだ戦ってないよ。うわぁ、なんだこいつ。強そうだな。あれ、これ、三体のボスの一体って感じなの？いや、こいつもスパークスハンターだよね。なんか見えへんみたいな格好してるけど。フルさんはなんでスパークスを集めてるんだろう。あれかな、自分の力として吸収してる的な話か。いや、やっぱ目が完全にロゼッタなんですよ。あ、何、なんか驚いてるこれ。あれか、今一瞬正気を取り戻した的な話か。いや、そんな気がするな今。
目の色が明らかに変わってたからね。こいつらはどうなるんだろう。あ死んだ。え、じゃあこいつらとはもう戦わないのかな。いや、だいぶ弱かったけどね、ベッドロック。ミッドナイトが超強かったから、それに比べると全然弱かった。もっと早く攻略法気づいてたらね、地面バンバン割ってたんだけど。うわ、すごいとこに来たな。これなんかジェットコースターみたいなのあるじゃん。何あれ、遊園地。でも全部、わ、かなちゃん。かなちゃん列車的な。あれに乗るのかな。なんかまた随分特殊な。どう見てもいつも通りでしょ。1キッパーのとこで買うのと変わんないし。え、どういうこと。やっぱり災害起きてんじゃねえか。あ、こいつが今回の案内役かな。男子サリバン。なんで？つまらない人に見えない。それでも私はサリバン。ラフローラ鉄道のチーフエンジニア。鉄道なんだね、あれ。どう見てもジェットコースターなんだよな、路線が。問題しかないじゃん。でも、まあ、鶴の道が枯れていて、鶴の道、うん、なんかマリオオデッセイみたいですね。ありがとうございます。植物の上を進んでいくのは。それでは、この辺のフィールドすごい初代マリラビ感があるけど、多分緑だからなんだ。というかあれか、ここまでの惑星がこんな初代マリラビにあるような環境じゃなかったからね、雪山以外。初代の雪山もね、なんかポップな感じだったからね、役だけど。さあ、行きますか。まあこっから録画外でやりましょうかね。毎回ボスだけ動画にする感じで申し訳ないですけど。タルタルスプラッシュ。これ、ね、水属性がまた出てきそうです。そんじゃ、一旦動画切りたいと思います。